何こいつ、エッチすぎない？大丈夫？確かにスライムと水着というこの組み合わせ、とてもフェチズムに刺さり、かつ幼少期に遊んでいたらいろいろと歪んでしまう可能性がありますね。いやいや、何の話やねん、専門家の方。これはね、子供の頃に見たらそういう癖になっちゃいますね。癖になってしまう。うん、正直お世話になりました。読み上げるな、読み。おい、全然聞かねえ。強えぞこいつ。逃げてる。あ、でも結構いらね、やっぱ歪められましたっていう。なんだ歪められました。ガタガタスーファミの頃にね、きっと子供の頃に遊んでたんだと思うんですけど。なんだよ、何の話やねん。あ、スライム娘というジャンルがある。なるほどね。いや、スライム娘知りたくねえよ。ほえどやこれ、いけー、エチエチかけるドットっていうの、これめっちゃ、どうぞ続けてください。戦闘中なんでやめてもらっていいですか。後ろ姿にもこだわり感じましたよね今ね。いやいや、なんだよ。でもこいつただ逃げ回ってるだけで強くねえぞ。うん、確かにいい感じ、いい感じ、いいぞ。ただ歪めに来てるだけ。ただそんなにプレイヤーの壁を攻撃しに来てるってこと。全然攻撃してこない。やばい、こっちにはなんか急に近寄ってきてる。何、怖いんだけど、急にそんな近寄らないでよ。最後出しっつってね。ナイス、何もしてこなかったわ、うん、え、第2形態あるとかじゃないの。プレイヤーへのダメージを与えに来てますねこれ。完全に何これ、精神攻撃。怖いよね最後。寝るときに忘れられなくなるっていう意味での、うん、寝ろ。早く寝ろ。スバルに少し似てるかもって。似てねえよお前。なんでよ。ちょっとスライムがついてる感じね。いやいや、それどころじゃない、今盛り上がっていってんの。来た来た来た。